この動画をご覧くださいましてありがとうございます。今走っているのは滋賀県の琵琶湖の東側ですね。ちょっと前に竹生島に渡るっていう動画を作ったんですけど、その時に竹生島に行くついでに琵琶湖の南の東の方かに琵琶湖マリオネットホテルっていうところがあって、そこにプラネタリウムがあるんですね。プラネタリウムの名前がデジタルスタードームホタルっていうところになってます。竹生島の方は子供にとったらやっぱりそんなに面白いところではなかったので、ちょっと子供が興味を持てて、まあプラネタリウム初めてっていうこともあったので、マリオネットホテルにあるプラネタリウムに連れて行くことにしました。竹生島がある今津港からだいたい1時間弱ですね、1時間はかからないぐらいで来ることができます。どの道今津港から大阪方面に帰るってなると南の方へ下っていくことになるので、まあ、ついでといえばついでなので、ちょっと寄り道する程度で行くことができます。でそこのプラネタリウムでは、ただそのそれぞれ季節の星を見るっていうだけではなくて、なんかドラえもんのプラネタリウムみたいなことがやってて、まあ、話の途中なんですけど、今から琵琶湖大橋の方に向かっていって、琵琶湖大橋を渡ってまた京都東の方に向かって大阪に帰るっていうルートを取っていきます。琵琶湖大橋なんですけど、ここは ETC カードが使えるんですね。僕知らなかったんですけど、普通車で120円で渡ることができますね。この琵琶湖大橋を渡ることで湖西道路とかがある国道161号線ですね、それの西大津バイパスの方に出ることができるので、そこから京都東インターの方へ向かうことができます。琵琶湖大橋を渡らなくても琵琶湖の東の方を南下するというか、また東の方に行く、南東の方に行くっていう感じで立東インターの方に行ったり、まあ、南の方に下って草津インターから乗ったりすることもできるんですけど、大阪方面に帰るのであれば琵琶湖大橋を通って行った方が時間的にも値段的にも安く済むと思います。で話をまた最初のプラネタリウムの話に戻そうと思うんですけど、ドラえもんのプラネタリウムが見れるっていう話ですね。でそのドラえもんが出てくるプラネタリウムの内容っていうのが、ドラえもんとかのび太とかが地底を探検したりとか、地球の誕生とか宇宙の誕生の過程ですね、そういうことをアニメーションを使って分かりやすく子供に教えてくれるみたいなことが上映されていたので、ちょうど良かったので行ってきました。子供も喜んでたので、この竹生島に行った帰りに少し足を伸ばして琵琶湖マリオットホテルのプラネタリウムに寄るっていうのもおすすめです。場所はこの動画のスタートをしてた場所がマリオットホテルがあった場所なんですけど、琵琶湖大橋を東の方に渡って5分もかからないぐらいのところにあります。プラネタリウムを見るのにかかる料金は大人が900円で子供が600円でした。ホテルに宿泊するともう少し安くなるみたいなんですけど、まあ、ビビたるものなのでそんなにお金もかからなくて、だいたい上映時間が40分ぐらいあったので、時間つぶしとか子供がプラネタリウムを見て楽しむっていうのにはいい時間かなって思います。で僕自身もプラネタリウムに行くのが本当に久しぶりだったので、どこに座るかっていう場所ですよね、あんまりどこがいいかっていうのはよくわからなかったんですけど、プラネタリウムに行ったら一
一番後ろの方の座席に座る方が普通の、 あの星の映像とかもよく見えますし、ドラえもんもその方がよく見えます。一番前に座ると画面灯っていうか、あの球体の画面ですよね、あそこの部分と近すぎてすごく見にくくてしんどいっていうのと、見上げたりするので首が痛くなりそうなので、できる限り後ろに座る方がおすすめですね。まあ、春休みの平日にこれは行ったんですけど、まあ、ガラガラで3家族ぐらいしかいてなかったですかね。なので余裕で座ることはできたんですけど、後ろ側の方に早めに行って座れるようにすることがおすすめですね。ただこのドラえもんのプラネタリウムなんですけど、あの映画のドラえもんみたいにこう感動するような感じでもないですし、ドラえもんのストーリーを楽しむっていうような内容ではありませんでした。学習向けのドラえもんのビデオって感じなので、子供がこう宇宙の誕生とか地球の中の構造のこととかを知る分にはすごくいいんですけど、まあ、なかなか大人が楽しめるかというと、まあ、僕自身はそこまで楽しめるっていう感じではなかったです。まあ、映画のドラえもんとかは結構楽しめるので、ちょっと大人の僕も楽しみにしてたんですけど、まあそれはあの教育っていうところがすごく多く含まれているドラえもんなので仕方がないのかなと思います。子供はね、本当に宇宙のこと知れたりして、それがドラえもんで分かりやすく解説してくれてるのでとっつきやすかったみたいです。ドラえもんが好きで初めてプラネタリウムに行くっていう時に、あのドラえもんのプラネタリウムっていうのはすごくおすすめできるものなのじゃないかなとは思います。まあ、琵琶湖まで来てプラネタリウムに行くっていうのも、まあ、もったいない気もするんですけど、竹生島に行った後の空き時間で行くっていう感じだったらまあいいかなと思います。まあ他にね、お寺とか神社とかもあっても子供は退屈するだけなので、そういう意味では良かったなと思います。でちょうどここの帰り道、たまたまなんですけど前にオデッセイのアブソリュートが走ってました。やっぱりあのオデッセイ、自分が運転してるとなかなか外からじっくりと見るっていうことができないんですけど、こうやって、まあ、人のオデッセイの、まあ、ハイブリッドじゃなかったみたいですけど、あんまり外観は変わらないので、じっくりオデッセイの後ろ側ですねを見ながら走ると、やっぱりオデッセイってかっこいいなと思いますね。何がかっこいいかっていうと、やっぱりミニバンの中でも車高が低いっていうのは大きいなと思いますね。どうしても車高が高いと、高くてこう室内空間を広く取ろうとすると、後ろはどうしてもストーンと、まあ、ストレートではないんでしょうけど、ストレートに近いような形で下に降りてくるデザインになってしまいますよね。だからまあのっぺりとした感じがするんですけど、まあ、壁みたいな感じですよね。でもオデッセイはそれほど車高が高くないっていうのと、まあ、天井に向かって若干内側に入ってきているっていう点と、で、あのまっすぐ直角方向に降りてくるっていうよりかは斜めに降りてきてるっていう感じのデザインになってるんで、後ろから見てても箱型のミニバンにはないかっこよさっていうのはすごくありますよね。こうやってオデッセイを後ろから眺めてると、やっぱりこうオデッセイかっこよくて乗ってよかったなって思える、本当にいい車だなと思えるんですよね。外観で飽きが来ないっていうのも結構重要だと思うので、どうしてもね、あのこれはその否定してるとかそういうわけではないんですけど、箱型ミニバンの後ろ側を見るとどうしてもね、なんかあんまりかっこよくない感じがするんですよね。綺麗にまとめてるんでしょうけど、どれを見てもやっぱりしっくりくるデザインではありませんね。
ペースを優先すると、まあ、仕方がないことなのかもしれませんけどね。でもまあそういう意味からするとオデッセイっていうミニバンは見た目にもかっこいい、やっぱり乗りがいのある車だと思います。まあ、他のミニバンとはやっぱり違うって本当に思いますよね。で、あとガソリン車のオデッセイの後ろを走ってて思ったんですけど、まあこれはアクセルの踏み方とかによっても違うとは思うんですけど、まあ、僕は本当にふんわりアクセルでできるだけ走り始めの時にガソリンを減らさないような走り方っていうのを心がけているので、本当にアクセル踏まないんですけど、ガソリン車はなんかどれだけアクセル踏んでるかさすがに後ろから見てるだけではわからないんですけども、まあ、そんなに踏んでなさそうでもスーッと走っていくなっていう印象があります。おそらくアクセルをベタベタまで踏んでしまうとモーターの方がトルクがあるので出足はハイブリッドの方がいいと思うんですけど、多少重量は重たくなっている部分はあると思うんですけど、それでもハイブリッドの方がいいと思うんですけど、なんか普段使いでアクセルを踏んでる分にはガソリン車っていうのもすごく快適に使えそうだなっていう印象を受けました。で、今走ってるのが国道161号線ですね。西大津バイパスを南方向に走ってます。で、今回の動画はなんかいろいろと雑談するっていう形になりましたが、また次回の動画でこの続きですね、走りながらいろいろとオデッセイハイブリッドのことを話していきたいと思います。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。